いやー、刹那圭介だよ。今回は新しいフリーゲームやっていきたいと思います。これベルとお菓子の家。お菓子の家って聞いたら、ヘンゼルとグレーテルだったかな、思い出すんやけど、違うなヘンゼルとグレーテルではないな。どういうゲームかって言ったら、ちょっとなんかグロい系の描写もある程度あるみたいですね。でもってこっちのデンテだったかなデンテとかいう人だったか忘れたけども、この人がまあ 10日の間外出した間に、こっちの妹の子の方が失踪したけど、それを探しに行くっていう話で、お菓子の家にたどり着いてしまうって感じですね、みたいです。とりあえず始めていこう。ちょっとこのゲームは音がね、音による演出が大きい意味をなすんで、ちょっと音量高めに見た方がいいですね。これは病気の妹のためにリンゴ、あ、飛ばされた。10日の演出の後、ハンズが家に戻ると妹は姿を消していた。ハンズの懸命の捜索にもかかわらず、妹は見つからないまま3日が経った。ハンズか、デンデじゃないで、全然デンデじゃない、全然デンデって名前じゃなかったんやけど、デンデってなんなん自分で言っ、なこれ頭身でかいな、おい、1,2,3,4,5,6 頭身ぐらいあるんやけど、フリーゲームではすごい家ちっちゃまあそれはいいや。いや、そんな子は見ていないね。そうですか、わかりました。ああ、待ちなさい坊や。坊やって言うほどの年じゃないような気がするよこれ。まあ老婆よりかは坊やなんだろうけどさ。あんたこの村の人じゃなさそうだけど、ラクリッツ村の人かい？いや、それが何か？そうか、それなら言っておくけどね、北の森だけには絶対に行っちゃダメだからね。北の森？なぜだ？この辺の村の人じゃなきゃ知らないのは無理もないけど、あそこは黒い森って言われていて、あそこには魔女が住んでいるんだよ。魔女？魔女？あ、同じような反応したんやけど、こいつハンス。ああ、昔子供たちが何人も行方不明になって、森の魔女の仕業に違いないって大騒ぎになってね、以来あそこには誰も近づかないよ。妹さんのことは心配だろうけど、いいね、絶対に北の森には行くんじゃないよ。ご忠告どうも。これ行くパターンじゃ、絶対行くパターンじゃ、そんなんこいつが聞くわけないやろ。やだ、そう、虫気持ち悪い。すげえだろこの前は人間の顔見てたろどこで捕まえてきたのよ、やだな、殺しちゃいなよそんな虫。こうやって足を一本一本抜いてさ、グロイキやめてあげだんだん弱ってきた。この顔模様の羽ちぎってみようか。やだ気持ち悪いってば、うふふ、キャー。こんなことをするのは なぜだろうか、そんな質問が来るでしょうが、こう答えます。坊やだからさ。人の人間の顔みたいな模様か。ベルト、お菓子の家。お菓子食べたいな。このゲームには残虐な表現が多数含まれています。視聴及びプレイはすべて自己責任で行ってください。というわけで、まあこの動画を見るも自己責任でお願いします。この動画を見て、ああ、刹那圭介めっちゃ面白いやーって思っても、まあ責任取りませんので。あ、黒い方は別にどうでもいい。わあ、なんか来たね。
もしかしてもう森に来とんこれ。だとしたら早とちりしすぎやでこいつ。行くな言われとんのに。この先立ち入るべからず。もうこれ絶対森やん、これ森やん。入るなって看板しとんや。何来とんこいつ。めっちゃ入り組んでる。迷路みたいになってる。あ、行けんのか。腐って折れた木が倒れている。蹴飛ばせやってか。この身長あれやけん、この身長さあれやけん、別にまたいで越えれるだろう。なんだちょっと燃料なんだ、エネルギー消費の大きい行動はしたくないんか。そんなにエネルギー使わんやろ。あ、戻ってきたわだ。こっちか。こっちは通れんのな。あ、結局一本だったわ。通れるところ一本だったわ。立ち入り禁止と、ラクリッツ村。ラクリッツ村、ラクリッツ。ああ、そうっすか。ラクリッツ村へは、昨日言っている。もう用はない。わかりましたよ。ちょっとバーでお酒飲みたいと思っとったのに。こっち見てみよう。まっすぐ行ったらあかんのだろ。ババア言いよったよ、ババアが。ババアの忠告は聞きなさいって、俺のババアに聞いたけんさ。ババアがのこと、ババアがババアのこと喋るんだけど、それはババアのことを言うことに聞いた方がいいわだ。ババアなんか言いよん、俺。帰れ担当職人に言われたよ。命令口調じゃ何様やねん。でも帰れってここで看板立てられとったらさらに行きたくなるんが男の心情な。これ鳥の声が途絶えたことに気づいたか。帰れだから何。鳥の声が何なん。何度も言うよ、帰れと言われたら行きたくなるんが男の心情。こっちやな。まだ看板あるで。帰れ。イントネーション変えてきた。なかなか帰らんけ、イントネーション変えてきたよ。なんか意味があると思うんか。白骨化した動物の骨だ。見た感じ、バッファローかな。こっち。お、色合いが変わってきたな。家がある。お菓子の家だ。メルヘンチック。すごいな、お菓子の家こんな感じなんじゃ。主人公お菓子好きそうじゃないけど、どちらかと言ったら苦いもんが好きとかコーヒーが好きなタイプそうな感じがするんやけど。てかなんでまだこれシルエットなんだろうな。マルガレーテ、妹さんの名前かな。マルガレーテとかマルカジーリみたいなイントネーションがマルカジーリやないか。だからこのお菓子の家に来たそうな名前ではある。すごいな、お菓子の家へようこそ。マリア・マグダレーネ、マリアさんの家な。お菓子の家作っといて丁寧でお菓子の家へようこそって来てここに来るなっていうことはないだろう。行け。おかしいな、外観のメルヘンチックな見た目とは裏腹に中がすっごいやばい感じなんですけど、めっちゃボロボロです。幽霊とか出てきそうなんですけど、おかしいな今のは。おかしい、ちょっとあれやわ、俺目悪いわけじゃないけど疲れとんじゃわ。もう一回入ろう。いけるいける。ね、なちょっと待って、なんで中こんなんな。中もちょっとおかしいにしようぜ。全然おかしっくじゃないよ。おかしチック、おかしっくじゃないよ。おかチックじゃないよ。おかチックってなんなの。痛みすぎよこれ。ナイフで切り裂かれたような跡があるって。何があったんここで。警察が動くぞこんなん。日用雑貨が詰め込まれている。はい。石造りの頑丈な暖炉、人間がすっぽりと入ってしまえるほどの。いやちょっと待って、このサイズの人間がここに入れると思う？多分ちょっと無理があるわ。よっぽど体が柔らかなかったら。それこそ体操選手じゃないと。上行こう。狭、この家狭。意外と狭かったわ。探検もう終わってしまったわ。もうちょい探検するところあるんかと。おいしいお菓子のレシピ、わーし、バームクーヘン。年輪のような見た目が特徴。専用のかまどなんこれ。ちゃうな。
読めんけど、何々が必要。専門店が作られるほど人気があり、贈り物としても喜ばれる定番のお菓子。ベルリーナ。中にジャムのフィリングを詰めた甘い揚げパン。知らんな。ベルリーナっていうパンがあるんだ。お菓子なんこれ。パンじゃなくてお菓子な。お菓子とパン一緒にしたらあかんけど、なんかウソップ童話に出てくるコウモリの気分やな。この地方では主にシャニクサイ。え、なんでシャニクサイなん。肉に感謝するけん、その日一切肉食わんとかいうパターンのやつなん。なるほどな。魔法とは何かとかあるんですけど、魔力は存在するのか。1、現実に起きた科学的に証明できないとされる現象の数々を徹底調査。なんかの週刊雑誌の特集みたいになってる。人体発火は科学の力で可能なのか。世界中で確認されている人体発火の謎に迫る。3、奇跡の正体を探る。これは魔法か偶然か。読者、若い読者めっちゃ頭いそうな雑誌見つけたわ。魔女に関する考察。 XXXX 年に起きた災害は魔女の仕業か。謎に包まれた雷害の痕跡を調査。一晩で村を壊滅させた魔女の呪いとは何か。生き残った村人に聞く。魔女は生まれた時から魔女なのか。魔女が魔女たるゆえんとは。何の雑誌やこっちは。マニアックすぎるんが並んどる。何なん、週刊雑誌ってマニアックな専門誌なんでこんな並べとんだな。なぜ出会った。これが一番気になるよね皆さん。20年ほど前に内容が改訂されたヘンゼルとグレーテルの絵本が置いてある。ヘンゼルとグレーテル出てきた。もうお菓子の家想像できるもんな。読むわ、読む。あるところにヘンゼルとグレーテルというとても仲のいい兄弟がいました。ある日、二人はイチゴ狩りをしようと入ってはいけない黒い森に入ってしまいました。あ、今のこのべのおっさんみたいな状態やな。名前忘れたわ。そこでお兄ちゃんのヘンゼルはお菓子でできた家を見つけました。可愛くてとっても美味しそうなお菓子の家に妹のグレーテルは大喜び。ところが、このお菓子の家はマリア・マグダレーネという魔女の家だったのです。マリアさん、マリアさんさっき出てきたやん、看板で。え？じゃあこのお菓子の家ってヘンゼルとグレーテルの家ともう同じと考えたらええんちゃう？え？ヘンゼルは魔女に捕まり、グレーテルはヘンゼルを煮るための水汲みをさせられました。魔女男の子食うとかどんな食生活しとんな。ちゃんと野菜とか食えよ。お兄ちゃんのヘンゼルはお鍋でゴトゴト、妹のグレテルは釜でこんがり、二人は魔女に料理されてきれいに食べられてしまいました。食欲旺盛な魔女やの。野菜食えよ。だから子供たち、黒い森には決して行ってはいけないよ。お菓子の家。ちょっと待って、読み途中なのに。読みは途中なんじゃお前。おいお前、空気を刺すような音出すな。誰か知らんけど、誰かいるのか。動かせんな。一階で物音がした。誰かいる。マリアさんかな。マリアさんが帰ってきたんかな。あれ、誰もおらんで。いない。ハンス、誰。フンスみたいな言い方したけど、誰だ。あーあー、半透明のやつが出てきた。ハンス。お、よく見れば綺麗な人じゃないのかい。助けてハンス、怖いよ。早く来て。お前の方が怖いぞ。今のお前の方が怖いぞ。
半透明なやつに揺られてさ、幽霊じゃねえのかお前は。え、マルガレーテなのか。あ、マリアな、マリアさん、もしかしてこれ光った。なんでこれ幻想を見せられるのかな。え、なにこれ、動物たちがたくさんいますね。動物アイランドにお越しくださいって意味だったん、助けてって。どこは、ここは一体。あ、動かせる。おお、なんか展開が気になるんですけど、今回はセーブ、記憶するってセーブやもんな。すごいな、チョコレートあるんやけど。なんでチョコレートあるの。10個もある、バームクーヘン。ああ、そういうことか。ああ、お土産やな。なるほど、お土産でバームクーヘンか。さっき人気って言おったもんな。チョコレートはハンズの主食、ハンスの主食やって。ハンスめっちゃチョコ好きやん。デスロート、デスノートのメロル並み肉読んじゃんこいつ。10個も持ち歩いとんこいつ。どんだけ甘党なんこいつ。多分お菓子の家初めて見たときさぞかし嬉しかっただろうな。よっしゃ、じゃあ今回はこの辺で。じゃあ次のパートからどんどんストーリー進めていきます。では週明け、どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。